ラクラクメタモロケへようこそ。皆さんこんにちは。早川弁、ラクラク農園です。はい、今回は第十八課です。はい、第十八課で曜日について一緒に勉強していきましょう。はい、何曜日を聞くとき、あと曜日の言い方も、はい、今回一緒に勉強していきましょう。はい、お知らせです。日本語の森では。 JLPT の問題、資料の作成、それから動画の出演、日本語のチェックをしてくださる方、募集中です。こちらのメールアドレスまでお問い合わせください。お待ちしてます。はい、まずは今回の目標を紹介します。1番目は予備の言い方、2番目は 曜日を聞くとき、はい、この二つの目標を後でベトナム語で話せるように頑張りましょう。はい、では次は1の1。今回の単語を覚えましょう。はい、曜日について一緒に勉強しましょう。曜日を勉強する前に、皆さん、カレンダーをちょっと思い出してください。カレンダーですね。 はい。カレンダー、えっと、左から、左から一番目は、そうですね。日曜日。一番目は日曜日ですね。はい。日曜日は、ビトナム語で、チューニャット。チューニャットいます。いいですかはい。日曜日は、ちょっと例外ですね。あと、月曜日から土曜日までは、とても簡単です。はい。二番目は、月曜日ですね。はい。カレンダーで、 2番目は月曜日。はい。月曜日は2番目だから、トゥーハイ。ハイは2ですね。いいですかトゥーハイと呼びます。や、3番目は火曜日ですね。3番目は火曜日だから、トゥーバー。トゥーバー。バーは3ですね。はい。では、次は4番目ですね。4番目は、トゥートゥー。トゥートゥー。はい。4はベトナム語で2、えっと、つの言い方があります。 ボンとか、とぅ。ボンとか、とぅですね。皆さん、ここを注意してくださいね。曜日を言うとき、ゥぅぼはい。水曜日は、とぅボンダメです。いいですか必ず、とぅとぅを言ってください。はい。水曜日は、とぅトゥとぅとぅ。いいですか次、5番目ですね。5番目は、 木曜日ですね。木曜日だから、トゥーナム。ナムはゴーですね。はい。トゥーナムと言います。いいですか簡単ですね。では次、金曜日、六番目ですね。六番目だから、トゥーサオ、トゥーサオ、サオは6ですね。いいですかはい。最後、えっと、土曜日ですね。土曜日は、トゥーバイ、トゥーバイと言います。いいですか はいでは、言葉を発音しましょう。まず、日曜日ですね。ベトナム語で、チューニャッ、チューニャッ。せーの。チューニャッ、チューニャッ。次は、トゥーハイ。月曜日ですね。トゥーハイ。トゥーハイ。トゥーハイ。いいですか次、火曜日はベトナム語で、トゥーバー。 トゥーバー、せ、えーの。トゥーバー、トゥーバー。ですはい、次は、えっと、so, yes. 水曜日ですね。水曜日は、ベトナム語でト、right>、トゥートー、トゥートー、せーの。トゥートー、トゥートー。いいですか次、木曜日、ベトナム語で、トゥーナム、トゥーナム、せーの。トゥーナム。 トゥーナム。トゥーナム。ゾイコですね。はい。金曜日は、トゥーサウトゥーサオ。せーの。トゥーサウトゥーサオ。いいですか最後、土曜日は、トゥーバイ。トゥーバイ。せーの。トゥーバイ。トゥーバイ。はい。ゾイコです。この覚え方を覚えてくださいね。 では次は一の二ですね。はい。また今回の単語です。まず、日ですね。日はベトナム語で、がい、がい、がい、せーの。がい、がい、がい、ぞーい、これです。はい。休み、次は休みですね。ベトナム語で、にー、に n にー、せー,ー,ーの。にー、にー、 では次休みの日ベトナム語で「ないに」「ないに」「ないに」せの「ないに」「ないに」「ぞいこ」ですねはい次は「あした」ですね「あした」はベトナム語で「ないまい」「ないまい」せの「ないまい」「ないまい」 いいですかはい、次。あさって、あさって、ベトナム語で。がいきぃ。がいきぃ。せーの。がいきぃ。がいきぃ。雑ゴですね、皆さん。では、次は1の3ですね。はい。えっ、ー、と、一とつこ、新しい言葉だけ。いいですか何曜日。何曜日は、ベトナム語で。とゥーマイ。トゥーマイ。トゥーマイ。 いいですかトゥーマせーの。はい、覚えてくださいね。はい、では次は2-1。はい、今回の文法ですね。はい、日本語の語順は、今日は月曜日です。はい、ベトナム語で、今日です、月曜日。今日です、月曜日。 いいですかはい。今日は前回勉強しましたね。はい。本内。本内と言います。本内。いいですかですはラ、ら、ら。簡単ですね。月曜日は、トゥーハイ。トゥーハイ。2番目だから、トゥーハイ。いいですかはい。今日は、月曜、月曜日です。ベトナム語で。本内、ら、トゥーハイ。せーの。 いーはい。い、はい。はい、いいですかはい、では次ですね。にのにです。はい、ベトナ日本語で明日は火曜日です。けど、ベトナム語で明日です火曜日。明日です火曜日。似てますね。はい。 明日はベトナム語で ngày いいですかですはラー、ラー、ラ曜日は3番目ですね。だからトゥー,ートゥーー明日は火曜日です。ベトナム語で ngày m トーーせーの ngày m a ー、イイト 毎毎ラートゥーバー。毎毎ラートゥーバー。ガイマイラートゥーーバザゴですね、皆さん。では次は2の3ですね。はい今回は疑問文です。日本語であさっては何曜日ですかベトナム語であさってです何曜日。あさってです何曜日。曜日曜日いいですかあさってはベトナム語で ngày ngày kia hãy lịch sử là nào yo bi hãy sáki biến ne, ne. thứ mấy thứ mấy hãy. wa nào desu ka việt nam quốc ngày kia là thứ mấy xè nọ no. ngày kia là thứ mấy ngày kia là thứ mấy ngày kia là thứ mấy hãy sai gộp một cáiですね がいきやらとぅまい。そういうことですね。はい、次は2の4ですね。また疑問文です。はい、日本語で、休みの日は何曜日ですかベトナム語で、日休みです。何曜日。はい、休みの日はベトナム語で、日休みですね。がいに、がいに、いいですかはい、ですは、ら。何曜日は、 thứ mấy thứ mấy hãy yasumi no hi wa nanyobi desu ka để tôi làm một đợt ngày nghỉ là thứ mấy xè nọ ngày nghỉ là thứ mấy ngày nghỉ là thứ mấy ngày nghỉ là thứ mấy hãy mời cài ngày nghỉ là thứ mấy rồi có thể sự toroku <laughs> ダンキーアラームハンバーシンンでは次は会話1ですねはいスズさんとウィンさんの会話ですウィンさんあさっては何曜日ですかはいベトナム語でチー・ウィン・ウイガイキアラ・トゥメイはい皆さんこの「ウイ」ですねえっと呼ぶとき おいという言葉が入りますね。おいは呼ぶとき使えます。いいですかはい。ちぐえんですね。ぐえんさんはみずさんより年上の人ですね。だから、ちぐえん。ちぐえん。はい。ちぐえん、おいがいきらら、とぅめい。せーの。ちぐえん、おいがいき t ら、とぅ ấ い。 ちぐえんおい、がいきえら、とぅまい。いいですかぐえんさんの答えですね。今日は木曜日です。はい。あさっては土曜日です。いいですかはい。まず、今日は木曜日ですね。ベトナム語で。ほんないら、とぅなむ。ほんないら、とぅなむ。せーの。ほんないら、とぅなむ。ほんないら、とぅなむ。

最後です。はい、次は、はい、次も消しました。はい、まず、今日は木曜日です。ベトナム語で。本来、ラー、トゥー、ナム。いいですか本来、ーラー、トゥー、ナム。せーの。本来、ラー、トゥー、ナム。本来、ラー、トゥー、ナムラー。あさては土曜日です。ベトナム語で。ngày、き、ーラー、トゥー、バイ。 ガイキーラートゥーバイ。せーの。ガイキーラートゥーバイ。ザーゴですね。では次は会話2ですね。またウエンさんとミスズさんの話です。明日は、えっと、日曜日ですか、はい、まず明日はベトナム語で。ガイマイ。イマイいいですか、はい、日曜日ですか À đấy Có phải là chủ nhật không? Có phải là chủ nhật không? Hãy ni chiêu biểu à, ạ, chủ nhật đấy nhé. Hãy biệt tôi làm một câu đấy Ngày mai có phải là chủ nhật không? Ngày mai có phải là chủ nhật không? Sê, nộ Ngày mai có phải là chủ nhật không? Ngày mai có phải là chủ nhật không?

がいにです。休みの日、いいですかはい。ヴォがいまいらがいに。せーの。ヴォンがいまいらがいに。ヴォンがいまいらがいに。はい。次も、ベトナム語を消しました。明日は日曜日ですかベトナム語で。 Ngày mai, có phải là chủ nhật không? No. ngày mai có phải là chủ nhật không? 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 はい。はい、明日は休みのひです。はい、あ、休みのひは ngày nghỉ, ngày nghỉ desu ka? hãy quá vâng ngày mai là ngày nghỉ vâng ngày mai là ngày nghỉ nộ vâng ngày mai là ngày nghỉ vâng ngày mai là ngày nghỉ Hãy và cái mà chúng ta có. là tiếng Hãy, câu hỏi 3 Hãy, Nguyễn Sơn là, 今日は何曜日ですか<ッ>簡単ですね。ベトナム語で。ホンナイラトゥーマイ。ホンナイラトゥ今日イ。せーの。ホンナトナイラトはい。水さんの答えは、今日は土曜日です。今日は土曜日です。ベトナム語で。ホンナイラ日

いいですかはい。今日は土曜日です。ベトナム語で。ホンナイ・ラ・トゥーバイ。ホンナイ・ラ・トゥーバイ。せーの。ホンナイ・ラ・トゥーバイ。ホンナイ・ラ・トゥーバイ。ホンナイ・ラ・ートゥーバイ。はい。ゾウヨコです。日本語が話せるベトナム人と友達になりませんか日本語人、とってもおすすめです。 ぜひダウンロードしてみてくださいでは最後ですねはい最後は練習ですはい曜日について練習していきましょうまず日曜日ですね日曜日は例外ですねはいベトナム語でそうですねチョウニャッチョウニャッチョウチョニャッ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  いいですかはい、次、月曜日です。はい、カレンダーで2番目ですね。だから、トハイ、トハイ、いいですかトハイ、せーの、トハイ、トハイ、いいですか次、火曜日は3番目ですね。だから、トバー、トバー、せーの、トバー、 トゥーバー。いいですかはい。次、水曜日。水曜日はベトナム語でトゥーボンですかトゥーボンですかダメですね。はい。トゥートゥー。トゥートーですね。覚えてください。トゥートゥー。せーの。トゥートゥー。いいですかはい。木曜日は5番目ですね。だから。 thứ năm thứ năm nộ thứ, thứ, thứ năm thứ năm giỏi quá thứ đấy sự hãy khi bị bằng mẹ khi nhiều bị quá số sự thứ sáu thứ sáu xe nộ thứ sáu thứ sáu giỏi quá hãy sai đôi đôi bị quá tôi làm một cô đấy thứ bảy トゥーバイ、トゥーバイ、せーの。トゥーバイ、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 ドラゴです。はい、みなさん、覚えてました,覚えましたかはい、みなさん、今回の授業はここで終わります。また次の動画で会いましょう。では、またねー。